そらさん見ながら勝手見ちゃったんだけど。これをアンテナ専用にしてという方法もあるんですけど、この機械がちょっと調子悪いんですよ。これはこれだけで、これで携帯の電話で頑張んなきゃ、頑張んなきゃ。タブレットだけで配信してるよ。タブレットだけで、そうそう、これはまた別で撮ってるの。そうそう、まあ一応映像じゃないっすね。そうです、読みで調子悪かったら後で声がね、再配信するので読みで。中山君途中から第4金曜日は会議が入ったので、先週ちょっと雨だったから途中から来て、私と通ったから地声でやる？地声でやりますか？電気の力による。地声？今日マイクないですか？はい、今日はまだハンドマイクしてないんですけど、時間ですから。あれ？ハンドマイクちょっと使ってますか？これ。どなたの？今日何？74回の、4件店茨城総合事務所前の今回第2戦の発表を始めたいと思います。声小さいのでじゃないな。今週あったことを喋るってことになってるんですけど、一番印象に残ってるのは昨日のニュースかな、 NHK のニュースに始まって今日の新聞で出てますけど、東海村の子供らの甲状腺検査をのやった結果について報道されてますね。それで
安全に検査したんだかちょっと数字忘れましたけど、3割以上の人が、子供が要観察だと、今後引き続き見ていかなきゃならないというふうな感じになってますね。で、十何人でしたっけ、要精密検査。19人の子供は精密検査がいるんだと。いうふうなことが発表されてましたけど、昨日の NHK の水戸局のローカルニュースでは、あの原という、筑波大学の教授なんかお医者さんみたいですけど、それ、その人が出てきて、お世話になりますね、何の心配もないと、この程度のあれはどこにでもあるんだと、普通だというふうなことを言ってましたね。まあ話もこれまでいろいろチェックしてきてるんですけど、あの原直人とお嬢さんの書を書いて「ちさと」とかいうふうに読むらしいんですけど、あの先生はこれまでも、まあ福島の事故の発生直後から日本 の、 この福島事故による影響はないんだないんだとずっと言い続けてきてる人なので、私は信用してないんですけど、今回もその全く問題ないと言いながら引き続き様子を見ていかなきゃならないんだというふうなことを言ってて、まあ、せっかく東海村がそういう形で、やったのは、まあ、前村長の時に決めてやったんで、そのただ結果発表でね、そういう安全だ安全だとばっかり言ってるこの人にねコメントを求めて問題ないんだというふうにしてしまうのはやっぱり問題だというふうに私は見ています。簡単ですけど以上です。プルトニウム？プルトニウムそれ読めないんだわ。プルトニウムの変換要求でしょ。皆さんこんばんは。先週はいつもの常連の川澄さんと富山のおっちゃんと、私も3人とも休みになってしまいまして、皆さんを大変驚かれたことだと思うんですけども、すいません、ちょっと風に気をつけてくださいなんて言ってる私本人が風邪をひいてしまいました。まだちょっと本調子じゃないんですが、長い講義、引用行動になると思いますので、そうですね、病気というか、まあ、風邪をひくとか、怪我をするとか、そういうこともあるかとは思うんですけれども、皆さん、とにかく体には気をつけて、無理をしないように、それぞれ気をつけていければと思います。本当に長いお付き合いに、本当、長いお付き合いにはしたくはないんですけども、長い。行動になると思いますので、くれぐれもお気をつけいただければと思います。ではですね、今日ちょっとまだコールが本調子ではないので、小池さんにやっていただきたいと思います。ちょっとしばらく雲がぐるぐる回ったりとかなかったので、回りながらやろうかなと思ってますので、はい、お願いします。はい、こんばんは。小山さんは皆さんご承知の通り、今までまだいらっしゃってないので、小山さんの分までみんなで講義を勉強をやりましょう。よろしくお願いします。ではオープニングの出力を更新しながらやりますので、出てきてください。出力を現場しているので、現場
明日ちょっとお見舞いに行ってきます。
をしゃべればいいや。あ、今日ですね、まだあまり集まらないんですけど、ここ終わったら、あそこに招き猫ってあるんですけど、そこで楽器の練習を、予定してますので、大勢の皆さんが参加されることをお願いいたしたいと思います。ちょっと何も考えてなかったかな。何も考えてないで、脱原発の抗議行動に参加するなんて、不届きだと思いますけど、じゃあ、コールしていきますか。いいぞ、はい、いいぞ、ご紹介中の皆様、心の中もお騒がせしております。
私たちはこの地震列島に50余地も付けてしまったこの危険で極まりない原発、これをなくすために毎週金曜日にここで、反対の行動を行っております。このような行動は日本全国で数十箇所金曜日の晩に行われております。先日ですね、貿易統計が発表されたんですが、アブロミックスとして大騒ぎした割にはせっかく円安を誘導したんだけれども、円ベースはちょっと増えているけれども、実際の輸出額は、輸出の数量は少し減ってしまった。今まで、例えば1個1ドルのものを外国に売った場合では90円しか入らなかったのが、円安で例えば120円であれば90円で入ったのが120円入ってるが、円ベースではだいぶ大きくなるんですが、数量はむしろ減っていると、このようなアベノミクスの欺瞞性がそろそろ明らかになってくるのではないかと思います。それでですね、例えば田中修正さんという、昔経済企画庁の長官をやった人は衆議院議員ですね、この人が脱原発にすれば、日本一時はその生活や経済が大変だけれども、新しい産業が起こって、日本経済は飛躍すると、このように提言しております。それから慶応大学の金戸正信教授、この人も、せっかくいくらアブロミクス騒いでも新しい産業が一つも起こらない。例えば原発が重要なベース電源になって、旧態依然のことをやってたらば新しい産業は起きません。それで、金川正夫教授によると、スマートグリッドというのがありますね。自然エネルギーは風力とか太陽光とかいうと、電力の発電量が天候によって、あるいは昼夜によって、増減する。それで今までは、大きな電源から下流に向かって流すという単純なものだったんですが、これから自然エネルギーを取り入れると、一般家庭からむしろ逆に、上流に向かって流れるとか、いろんな複雑な操作が必要で、蓄電池とコンピューターシステムで、複雑な操作が必要です。これは将来の次世代のインフラ輸出の目玉になるそうなんですが、日本は、原発の重要なベース電源と昔ながらのやり方をやってたんでは、この技術開発に遅れてしまいます。このようなことをやってくれたらば、日本はますます後進国になるでしょう。すでに、風力発電では最初の風力発電を強力に推進したのはデンマークなんですが、それからドイツ、それで、風力発電ではもう日本は中国に大きく水をあげられてしまっているんです。で、2000年代の初めには太陽電池は日本は世界一だったんですが、小泉政権の時に、補助金をやめてしまって、これはドイツに抜かれ中国にも追いつかれてしまいました。このように次世代の産業が遅れを取ってしまう、目先の利益に、ほんの1年や2年の目先の利益で、原発をこれから続けていったらば、ますます日本は自利品になってしまいます。それで、この私たちのこの住んでいる茨城県、この水戸ですが、この立派な県庁がそびえていますが、これも東海第二原発から30キロ圏以内です。だから
しかもこの東海原発のすぐ隣には核燃料の最終施設があります。使用済み核燃料といいますと、使用済みだから、まあ、中は出がらしのような燃えかすのようなものと考えがちですが、放射能の強さというのはむしろ逆に、驚いたことに、使用前の燃料から、発生する放射能の強さは1億倍にもなるそうなんです。だから使用前の燃料は3時間なら人間が近づいても大丈夫なんですが、これは使用後だったらもう一瞬のうちにもう即死してしまうそうです。だから水の中で操作するほかないんですね。このようにとんでもないものが東海第二原発のすぐ近くに最初に工場に、硝酸溶液に溶かした状態で400トンもあります。これはいくらその使用済み燃料からプルトニウムを抽出することが失敗続きで、どうにもならないで、硝酸溶液に、溶かし込んだまま不安定な状態で、あるわけなんです。これがもし電力がこれも崩壊熱を出しますから、絶えず冷却していなければならない。だから3.11 の時に、福島第一が電源を喪失したように、全電源が喪失した場合には24時間ほどでこれは沸騰してしまうそうです。それでやっぱり水素が出て水素爆発する。またそのようなものすごい毒物ですから、100キロ圏内の人間はまず致死量の放射能を浴びてしまうという、このような恐ろしいものが東海原発のすぐ隣にあるんです。それで、私たちはこのような危険なところにあるんですから無関心で、いるのはやめましょう。電力会社や政治家役人にお任せはやめましょう。もう他力本願はやめて、私たちと一緒に声を上げてください。お願いします。それからもう一つは、去年の暮れに、国会を強引に、通してしまった特定秘密保護法です。これは、いくらでも権力側が拡大解釈が可能な法律としてはとんでもない欠陥品ですが、これは昔の治安維持法、1925年にできた治安維持法とよく似た形で、権力側がいくらでも拡大解釈ができる、違法と適法の間が実に曖昧な法律です。治安維持法と1925年に治安維持法は普通選挙法と抱き合わせて成立したものです。普通選挙法はこの1925年というのは大正の最後の年で、次の年から昭和が始まるんですが、いわゆる大正デモクラシー、国民が頑張って、25歳以上の男子は誰でも選挙権が持てるようになったんですが、だから本当はもっとどんどん民主的な日本になるはずでしたが、この治安維持法のおかげで逆にどんどんとんでもない方向に行って、1945年に、原爆など落とされてとんでもない悲惨なことになったんです。だからこの治安維持法は最初は共産主義者を取り締まるという振り込みでした。だから一般の人たちは自分は共産主義者でないから関係ないと思ってたんですが、この法律のおかげで、とんでもない災難が降りかかったわけなんです。だからこの
秘密保護法も、これは外交防衛、それからスパイ、テロと、このような普通の人間ってあまり関係ないですよね。だけど、これは自分に関係ないと思っていると、最後にはとんでもないことになってしまいます。一番恐ろしいのは、都合のいい情報が国民に開示されない。いくら私たちが選挙権があっても、これでは正しい、選択ができません。このように、とんでもない法律でありますから、国民運動を起こして、こんなとんでもない法律は粉砕しようではありませんか。以上です。ちょっとスプリックコール、やりたいと思いますので、秘密保護法です。なぜならチェルノブイリで
子どもたちがね、甲状腺がんが発生してる、こういうふうに報道されたのは、原発、チェルノブイリの原発が爆発して3年後に明らかになりました。このことを利用して、御用学者の人たちなんかは、3年間は子どもたちにがんが発生しなかったんだから、今、福島でね、疑いが含めて56人ですか、59人が、がんの疑い、もしくはがんなんだっていうことは、おかしいんだ、ありえないんだっていうふうに言ってるわけですけども、この3年っていうのは、チェルノブイリの周辺の住民が、本当に子どもたちが不調を訴え、次々と病気になって倒れていく、こういう現状の中で本当にやむにやまれる声が上がって、このことにやっぱり西側のジャーナリストがこうして、これはおかしい、こういうふうにいろんな調査をして、もうこれ以上黙っていられない、こういうことが起きて、やっぱり当時ね、ソ連が官僚たちがこれはもう抑えられない、こういうことになって、やっぱり子どもたちの甲状腺、小児がんだけは証明したというか、これだけは認めたということになったわけですね。ですから、やっぱりこれから福島でもう、起きては欲しくないけども、本当に深刻な状態が起こります。このことを何が何でもなかったことにする。絶対にこれを広めさせない。この戦いを住民の中に巻き起こしてはいけない。こういうことを安倍は敏感に立ち取って、何が何でも反原発の声を大きくしてはいけない、こういうふうに思って、みんながね、おかしいだろう、みんな反対してるのに8割以上の人がね、絶対反対だ、おかしい、こういう法律を強制的に通したわけです。これはやっぱり私たちがこのことをちゃんと見据えて、特定保護法は反原発の声を押し潰すもの、福島で起きている事実を覆い隠すもの、こういうふうに規模に命じて、特定秘密保護法は制定されたけど、絶対これを使わせない、あるいはこの法律を廃止させるために私たちは立ち上がっていかなくちゃいけない、こういうふうに思います。やっぱり子どもたちに起きている異常をこのままなかったことにしたくない、なかったことにさせない、小山さんがね、諦めない、呆れるけど諦めない、やっぱりこのことを私たちは言っていかないといけないと思います。で、いつもここの金曜行動に、たまに来ている道路水戸の初期 の、 西野が、しばらく登場してないわけですけれども、今道路水戸は子どもたちを出しに使って、いわきから広野、放射線量が高いところをポケモン列車を走らせて、無料でもう現地はね、安全なんだっていうキャンペーンのために、地元の住民を無理やり放射線量のところに返すためにね、常磐線を延伸する、そしてその線弁をつけるためにポケモン列車を走らせる、ポケモン列車が走るのは1日と2日です。で、今日道路水戸は午後からストライキに組合員が入って、いわきの駅前に登場して、なんとポケモン列車を弾劾する、こういう3日間の行動に立ち上がっています。で、明日も明後日も抗議闘争は続くわけですけれども、私たちは福島の住民をもう安全だ、補助金を打ち切るために、放射線量のところに無理やり帰還させる、強制的に被爆をさせる、こういう政府のやり方に対して私たちは断固反対の声を上げていかなければいけないと思います。常磐線の広野竜田間の延伸は地元の住民に対して、もう常磐線が開通してるんだから大丈夫なんだ、安全なんだ、こういうふうに言って無理やり返す、こういう攻撃です。今いわきの住民の間で、元々の住民と避難してきている住民の間で、人たちは金をもらってるからいいんだ、こういう住民の対立が本当に深刻に進んでいます。しかしこの避難している人たちはどうして避難することになったのか、そして働いてたら、本当だったら15万とか20万とか安くてももらってたのが、1人10万もらってるからいいんだ、こういうことが通用するんですか。皆さん、こういう原因を作ったのは何なんですか。地方を切り捨てて原発を誘致しなかったら、地方の住民が仕事もない、生きていけない、
こういう社会が原発の有事につながって、一部の利権集団と原発の利権に群がる一部の大企業が大儲けしてきただけじゃないですか。だから私たちはこの今 JR は安倍の、ね、成長戦略と一緒になってインフラ、鉄道の輸出をしてこれにすがりついて儲けるために JR はインフラの輸出、つまり鉄道の輸出にすがりついています。そのためにも政府と一体になって常磐線を延伸させる、このことに体重をかけています。これと本当に JR の労働者、道路人の組合は一体になってこのことに自分たちのやっぱり子どもたちに被爆させていいのか、労働者が一部の利権集団のために被爆していいのか、こういう問題提起をして職場からストライキに立ち上がっています。皆さん、常磐線の延伸に反対してください。これは本当に住民に被爆を強制させるためだけのものです。そしてそこの開通が常磐線が延伸すれば、避難している人たちは自主避難になって補助金は打ち切られます。そしてやむにやまれる人たちが帰還せざるを得ない、こういう状況が乱されます。私たちはこの常磐線の延伸に絶対の反対の立場です。皆さん、私たちはいつも大工の小山さんが自分の頭で考えて、民主主義っていうのは自分がね、これはおかしいと思ったことが筋を通して立ち上がっていく、このことが大事なんだって、言葉は違うかもしれないけどこういうふうに訴えています。私たちは今何が正しくて何が間違っているのか、このことについて 3.11 以降真実を見極める目を持っています。補助金が打ち切られて帰らざるを得ない、いくら危険だって金がなかったら人間生きていけないんですよ。ですからやっぱりこの常磐線の延伸でどんどんどん避難区域が解除されていく、放射線量は全然低くなんかなってないんですよ。逆に会津なんか低かったところが高くなったり、もう本当に低くなるところなんてほとんど除染って言ったってまた雨が降ったら戻っちゃう、こういう状況を私たちはやっぱり諦めずに、やっぱ訴えて、原発と人類は共存できない、やっぱり子どもたちのために私たちは立ち上がっていかなきゃいけない、こういうことを私は訴えていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ちょっと体が冷えてきたので誰か行動をしてくれる方いますか。小池さん、もう大丈夫です。東郷さん、ダメ。コールできれば、じゃあ川澄さん、またちょっと こんばんは。火曜日に小山の兄さんの お見舞いに行ってきました。そこで意地悪な看護師さんにいじめられている愚痴を聞かさせていただきまして、あとは小山の姉さんのですね、美味しい自家製コーヒーとか飲ませていただきまして、1時間半いろいろお話をさせていただきました。やはり、入院で弱っている時にやっぱり見舞いに来てもらうと嬉しいものだと思いますので、そういったところに行けばまたここで話ししないようなことも話せるかと思いますので、ぜひ石岡第一病院ですので、お見舞いにお時間が石岡第一病院の3階にいますので、行かれてください。では、また今回も石岡のおっちゃんに経験を与えるためにスペースコールを少しやります。スペースコール原発いらない、原発いらない、最高の反対、最高の反対、原発いらない、原発いらない、東海道に今すぐ入ろう、東海道にさっさと入ろう、子供を守ろう、大
強い人よりも弱い立場の人々に標準を合わせる、もっと言えば弱い人よりもまたもっと弱い立場である自然や他のペットや家畜や野生動物たちの身にもなって考えた時にも、原発っていうのはやっぱり絶対に認めちゃいけないと毎回毎回私は確信しています。これからもこの抗議行動を続けて、絶対になるべくとにかく早くまずは東海第二原発を廃炉にし、そして日本全国の福島原発を除く50基こちらも全てすぐに廃炉にし、そして世界中約400基ある原発もなくしていく、絶対に輸出も許さない、このことは皆さん団結して絶対に成し遂げていきましょう。アメリカのことなんですけども、J.M. グルードという人が、アメリカの、何ですか、研究家、政府が発表した資料では、何ですか、乳がんは、倍になったけども、1950年代から80年代倍になったけども、その原発との関連はないというようなことを政府が発表したんです。それはおかしいということで、この方が丁寧にアメリカの50何種あるのを全部プロットして、でした時にしたらば、完全に原発から160キロ県内は乳がんの数が増えて、でそれ以外の地域は平行なり増えたりなんかしてないという結果が、本当にこれ何百万人なっていう、全部自分でプロットしたらそういう結果が出たそうです。で原発とのはっきりした
あの因果関係が証明されたという。ですけども、それをあの飛田さんが全部自分であの訳したんですけども、それで自分で今じゃあ日本やってみようかと思って、あのコンパスで全部 やってみたらしいです。そしたら、あの原発に入る地域はあるけども、対象地域は沖縄ぐらいで、で沖縄ぐらいしか対象地域にない。それでもうこれは日本でやっても全然意味がないというようなことで断念したというようなことがこの最後の方のページに書いてあります。まあ皆さんあの勉強してらっしゃるからよくご存知だと思うんですけども、それとあの今日あの茨城新聞であの読んできたんですけども、ちょっと筑波大の教授の名前を忘れちゃったんですけど、あの東海 あの子どもの検査であの何人かあの、うん、何ですかあの、うん、症状が出てるというようなことがあの新聞に出てました。でだけどもその教授は関係ない、あの個人的意見ですけども、ほどもとと関係ないといういうようなことをあの筑波大の原という教授ですね。そのあのそういうことを新聞に書いてありました。160キロであの有意差が出てるところで、福島から何キロですか？100キロですよね。ですからあのそういう中に私たちが生きてる。で日本人はこの論文元にして考えたら、日本人はモルモットかというあの言いたくなるぐらいあの明らかなもうあの課題になったと。脱原発は本当の脱原発、反原発、それはあの本当に人類がやらなくちゃならない課題だ。そうだ、はっきりしてると思います。そうだ。それともう一つ心配なのは、機密保護法であの原発の問題が全部隠されていたときに、アメリカはそういう形で原子爆弾を作ってきたわけですよね。ですから最終あの今の安倍の体質だと最終兵器を手にしないと納得しないんじゃないかと。やっぱりもうはっきり言ったら安倍さんをやめてもらわないと話にならないの。やめさせよ。そういう時代に来ちゃったのかなと思います。そうです。そうです。あの短いんですけども、私の今日のこう腹が立ってどうしようもないので、ご挨拶いただきました。ここが立ってます。でこれすごい明るいんですよ。あの明るい青い標識があるじゃないですか。あのあそこが光ってます。あそこまで光が届いてるんですよ。ほらすごい感動してたね。ピューピューの方でというわけでそれの説明を、鈴木さんにしてもらいたいと思います。こんばんは。オフグリッドがね、いよいよ実現したのをフェイスブックに載せたら、鈴木平和発電所なんて命名してくれる人もいたんだけど、漢字だらけなんて却下しました。そしたら別の方がね、鈴木電産、私鈴木産地って言ってるんですけど、鈴木電産地というふうにつけてくれた人もいましたけど、ちょっとパクって、電気の電をいいという字に変えてね、鈴木いい産地、まあ鈴木産地とこれから行こうかなと思って、あの農作物と合わせて電気も作る百姓にようやくなって、ポータブルの電気も作ろうというわけで、こういうことになってみます。
まず後ろを紹介したんですけど、今日も石岡ロッちゃん来れそうもないだろうということでね、今日いつも来てる根本君がちょっと用事があって来れないんで、石岡ロッちゃんの代わりに少しはデコレーションしろということで荷物だけ預かってきて遅くなりましたけど、いつも通りノーニュークスのアンドンをぶら下げました。さらにその下にも注目してください。これあさって使うために作った看板です。チェルノブイリの今、福島原発事故を考える気になる低放射線の下でどう暮らすというタイトルで、久保田守先生のお話を聞く会という、これを会場の後ろに貼っつけるために今日作ってきたものです。皆さんね、原発とか生き方とか暮らしとか、高尚な話をなさるんで、私こうもうちょっとノウハウな話をしたいんですが、ああいう看板を作る機会、皆さんもこれからあると思うんですけど、パソコンで作った後ね、A3 版でプリントしたものをパウチして、ずらっと6枚つないで大きな看板にしました。で A3 版のプリンター持ってる人少ないと思うんですけど、セブンイレブンまたはローソンでデジタルプリントというメニュー、コピー機でやると、USB に持っていったデータが A3 版であのように印刷できます。で今回分かったのは、あのデザインになるとちょっと複雑なせいか、セブンイレブンでは印刷ができませんでした。が、ローソンの機械でならば、あれが印刷できました。1枚80円、6枚つないであるのかな。だから、大きい方だけで480円コピー代がかかっています。プラスパウチが数十円かかりますから、あのデザイン感もあれで1000円ではできないかもしれませんけどね。まあ、あさって100人ぐらいきっと入る会場にこう、飾るんで、まあ、安いもんだろうと、というノウハウを紹介しました。それから、今日は自慢したい、屋根に200ワットクラスのパネルを、結果的に22枚並べました。単純に言うと4キロワットっていうことになるんですけど、そんなに今の日差しでは起きてません。でそれをバッテリーに貯めています。115アンペアエッジというやつを12個並べてるんですけど、それに昼間電気を貯めて、使いながら貯めて、夜はそのバッテリーから、電気を取って、明かりにしています。で初日はね、夜明けまで持ちました。インターネットでも報告したんですけど、夜明けまで東電の電源は切ったままで、また発電が始まりました。大喜びしたんですけど、2日目の朝、朝6時前にバッテリーが終わりました。泣く泣く東電につなぎました。3日目、朝5時前にアラームが鳴って、また東電につなぎ直しました。4日目、昨日です。曇りでほとんど発電しませんで、ほぼ全面的に東電のお世話になってしまった。今日はピーカンでね、昼間電子レンジも使うことができました。午前中なら電子レンジ使ってもいいんですけど、午後からになると夜のためにために入るんで、あんまり使っちゃいけないのかなっていうことがちょっと見えてきたりしています。でこのラミネートパウチはね、昨日ちょっと急いでやったんです。昨日、電気がない時にやったんで、しょうがない東電の電気でやったんです。前も話しましたけど、うち10アンペアしか契約してないんで、ラミネートの機械使うとブレーカーが落ちます。冷蔵庫は切る、電気は消す、そういう中でラミネートだけを動かして懐中電灯で照らしながら作業をするという、反原発を言うんでしたらこのぐらいの暮らしはしなきゃなと思いながら、薄暗い中で仕事をしました。まあ、このままでいかないんで、バッテリーをね、今見積もり取っています。倍ぐらいにして、せめて朝まではねしようかなと思っています。先週か先々週ここで、原田さんかな、お話になりました。電気で熱を取るということの非効率、これはやっぱり皆さん考えた方がいいと思うんですよね。6980円出せば灯油ストーブが買えます。灯油を燃やせばね、とりあえず暖かくなります。うちでは薪ストーブを、まあ、放射能出しますけど使って、とにかくお湯をいっぱい沸かしています。大きな夜間いくつも使ってお湯を沸かしています。でそれを湯たんぽに入れて、湯たんぽね、ブリキのが1つとプラスチックのが4つと、なんかね
5つも6つも湯たんぽあります。これどんどんお湯貯めてこたつに入れて、電気こたつなんですけど実は電気差し込んでなくて、湯たんぽであったかくしています。布団にも入れています。うちだって電気毛布ぐらいあるんですけど、あの衣を出したことはありません。お風呂にもね、熱い100度の夜間でこう入れて温度をとっています。まあね、あの時間は食います。時間は食うんですけど、原発が事故を起こして失われた時間の多さに比べたら、あの全然前向きの時間だろうなと思って、とは言ってもなかなかね、毎日毎日はやれないんですけれど、できるだけこれは無駄な時間じゃない、意味のある時間だと思いながら薪割りをしたり薪ストーブを燃やしたり、屋根に太陽パネルを並べたりしています。何度も話しますけど、私の家はもう100年以上前に建てたボロ屋でして、雨漏りが始まったのも30年ぐらい前です。25年、28年ぐらい前に地元にいた茅出さん、茅葺き職人さんに一度吹き直しをしてもらって、半分だけなんですけどね、それっきりです。その屋根に1枚20キロのパネルを22枚、まあ、450キロぐらい並べました。鉄パイプとか合わせたんでもっと重くなってると思うんですけれど、今度地震が来たら圧死するかな。そういうことをやっていますけどね、ちょっと見こう前から見ると、この間までは本当のボロ屋だったのが、今度は屋根全面がパネルになりましたから、あ、今日写真たまご新聞に載せましたけどね、ハイコロのうちができちゃったんですよ。IWJ で中継している有水さんがね、鈴木さんのところでワークショップをやろうよと、あの太陽発電のね、いう話をこの前にいただいたことあるんですけど、これはやめましょう、無理です。何かというとね、皆さんにはできません、こんなこと。はっきり言う、あのね、設計図も何もないところにどうやってこう並べようかなって考えながら、道具をねホームセンター行って探して、くっつけてこうパネルをくっつけて、で電線を配線して、チャージコントローラーをいくつか選んでくっつけて、バッテリー並べて、これあんまり熟されると思うな、東電の電気をねこう切り替えて、バッテリーと東電にこう切り替えスイッチを、スイッチをまず探さなくちゃいけない、これを配線してくっつけて、電気の線を一本一本こう向いてネジで止めて配線するんですよね。何十箇所やったかわからない。これはねワークショップでやってもなかなか、あのね、根気が皆さんないと思います。あの冷たい中で電線をこう向いてね、それをしくじった時の痛みとか、こう電線をね配電盤にこう止めるときにステップルを叩くんですけど、あの股組みをね止めるんですけど、こうトンカチで叩いて、いまだにこれ血豆が消えていません。このね、かじかんだ手に血豆を作るときのこのね快感っていうんですか、あのエコってのはね、このぐらい大変なんだよっていう、これ自慢してるんですけど、皆さん自慢に聞こえないでしょ、やだなって思っちゃうでしょ。でもね、電気がね作れるんです。さっきから回して苦労してるんで、もう話やめますけど、相当作れてると思います。すいません、そんなこんなでね、電気は足りてる、電気は作れる、お茶のなんかね人に残すことありません。これからもいろんなことを報告していきます。頑張りましょう。ありがとうございました。東郷さん、かぶる、ちょっとこの辺、あ、次食べますか。ここでじゃあ回していただきます。結構まだ子供のこと抱っこすることが多いので筋肉あるんで、そんなに私は辛くないです。はい、じゃあ、原田さん。皆さんこんばんは。こんばんは。今日ね、3つ話したいんです。で、一番、第一番目はね、NHK がね、いかに不当なことをやってるかということを、言いたいと思います。で、私はですね、多分ね、一
新聞の事務室しか載ってなかったんですけど、毎日新聞とそれから東京新聞、それから赤旗も載ってます。それから週刊現代かな。で、読売はその中身をすり替えて、逆の方多いってます。で、どういうことかと言いますと、朝のですね、NHK の第一放送で朝の6時、43分ぐらいからビジネス情報ということで、話が大体学者先生とかですね、10分とか12、3分の話があるんです。で、何が起こったかと言いますと、私そのビジネス情報というのは大体30年間ずっと聞いてきたんです。それで今まで中止ということはなかったんですが、昨日ですね、その放送がですねなかったんですよ。ビジネス情報の喋る人がですねいなくて、今日はお休みですということになった。いや、ビジネス情報先行かな。それで誰がストップさせられたかと言いますと、東洋大学の中北徹さんという方で、まあ大体20年ぐらい月1回やってるという方ですね。で、その人がなぜストップされたかということは、都議選の今選挙中でありますけれども、それでその中でですね、原発の話はねやめてほしいということで、中北徹さんはですね、それに対して別にね、そういう誰かの選挙を応援してるわけではないということで、結局は結果的に彼はその番組を降りたんですよ。それで今 NHK がね何をやってるかというと、もう一つはピーター・バカランという人がですね、他にもバラカンか、バラカンという人が放送局の名前言いませんでしたけど、NHK の FM の番組やってるんです。そこでも原発の話はやめてくれということを言ってるわけです。ですからね、今どうなってるかというとね、安倍はね、その各メディアの社長に会ってね、そういうことを何回も飯食ってやっとるわけです。だから言論をですね、完全にシャットアウトしようとしてるわけです。で、このね、ビジネス展望というのは私は本当30年間聞いてましたけど、一回も休みなんかないんですよ。これがね、昨日起こったということはね、もう非常に異常な状態になってるということですよ。で、今ね、こういうじわじわとね、メディアを抑制して、それでその結果ですね、本来ですね知らされるべきことがですね、ほとんど知らされなくなってくる。それは機密保護服がなくてもですよ、なくてもですね、今実際そういうふうになりつつありますよ。で、その中北さんがですね、一応しゃべる内容がですね、ネットにその公開されたわけです。放送はストップされましたけど。で、その中身を見ますとですね、3つありまして、要するに原発はまあ、コスト的にも、まあ、ここで何回も出てますけど、昔から1キロワット8円と言っとったのが、大体誰が言っても2倍から3倍になっているという、誰でも知っている、すごく当たり前のことが一つです。それからもう一つはですね、安倍さんにとってはですね、有利なはずの話で、原発が止まってもやっていけてるから、その実績としてはあれではないかという、そういう話についても喋ってはいかんというようなことになっています。それで最も大事なところは、原発はですね、確率はですね、起こる確率は非常に少ないか知りませんが、それに対してですね、福島で起こっているようなことがいかに莫大な、それを元へ戻すことはできないんですが、元へ戻すとしたら、確率は少なくてもその被害の額がですね、何百兆円とする、まあ国で言えばですね、小さな国だとそれで潰れてしまうわけです。ですからスイスとかベルギーとかそういうところはですね、原発に対して非常に多重の安全性をやっているわけです。それを考えるとですね、その確率とその莫大なその費用ですね、
それの掛け算で考えるととても許し難いと、そういうその3つ目のが一番問題だったというふうには思いますが、それが言われています。で、今こういうことになってきた背景はですね、やっぱり我々がですね、その他人任せの、そのお任せの民主主義ということをやってきた結果ではないかと思います。で、今まだね、南米とかですね、チリとか、それからそれアルゼンチンとかですね、非常に、独裁的な政権が続いた後ですね、そういう独裁政権がですね、経済的に成り立たなくなって、それで、ある程度民主主義的な状況にはなっておりますけれど、それは今世界的にですね、そういう傾向にあるというふうに思います。だからこれからですね、我々は金曜日でここで、まあ、非常に、わずかな人間でありますけれど、自分たちでですね、ちょっとずつでも変えていくということが重要だと思います。それから、あと2つちょっと時間あるのかな、今自然エネルギー、太陽エネルギーを含めた自然エネルギーのですね、発電能力はいくつあるかと言いますと、すでに原発の6基分は発電されています。それでですね、認可されているのがあと26基分あるわけです。合計31基分の原発のですね、指数分は電力はもうすでに作ることができるわけです。ですから原発というものはもう全くもってですね、不要なものであるということははっきりしてます。ですからね、そういう情報がですね、いろいろ調べればわかるはずですから、やっぱり自分たちでそういうことを知るように努力をすべきだというふうに思います。それからもう一つ、あと1分ぐらい、日本の原発が安全であると世界一だと言ってますけど、それは全くの、まあ、皆さんご存知だと思いますけれど、今中国で作ってる原発ですらですね、日本で福島で起こったようなメルトダウンに対してコアを、原子炉をですね、メルトダウンから守るためのそういうコアを守る、そういうまたもう一つのコアがあるんですが、それをつけることが義務付けられているんです。日本はそれをですね、お金がかかるんでやってないんですよ。で、今からでもそれがですね、前に付けることはできたんですけれども、それがやられてないということは、もう全く初めから安全なんていうことは日本の原子炉に対してはなかったということです。以上です。どうもありがとうございました。そろそろドラム隊のコールをやって、またアリさんがギターを寄せてきてくださっているので、やって終わりかなと思うんですけど、どうしても自分で喋りたいって人がいればなんですが、ドラム隊のコールに行っちゃっていいですか？ドラム隊のコールは今日は誰が、よしさん、うたちゃん、金曜日の人、もう一人、スタッフにしてるので、ぜひぜひ、スタッフさんに、やってもらおうと思います。Yeah.
ぜひ、お集まりいただければと思います。あと
この秘密保護法の関係ですね、こちらも学習会をやりますので、2月9日、2月8日の土曜日、1時半からですね、桂圭一さんっていう、ジャーナリストの方、元ジャーナリストになるのかな、ジャーナリスト90の会でしたっけ、の呼びかけ人になっている方ですね、のお話を聞くという学習会があります。青少年会館で1時半から、2月8日1時半からになりますので、ぜひこちらもおいでいただければと思います。どうぞ。最後になりますけど、沖縄の、琉球朝日放送が強敵の村、2月27日に県民文化センターの小ホールで1日3回上映しますが、あさって午後2時から水戸市内の南町のふれあい情報交流センターというところで無料試写会を行います。ぜひこれね、東村栄のオスプレイの発着場を作る、もう沖縄県民の子供からじいちゃんばあちゃんまでの戦いを描いたすごいドキュメンタリーなんです。ぜひこのドキュメンタリーをですね、みんなで見てですね、原発とともに沖縄問題もみんなで考えている必要になればなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。他告知ある方いらっしゃいますか？大丈夫ですかね。じゃあ今日はこんなところで、本日は終わりたいと思います。皆さん、私が言うのもなんですが、風には見てくれるのでインフルエンザのコロナウイルスも流行ってますので、はい、早速紹介してください。今日はこれで終わります。皆さん、長い時間ありがとうございました。お疲れ様でした。